久保さん、命と金にしましょうか、まあ、正直その生きてる、まああのね、全部そのなんすかあの自給自足肉は山今,今このご時世に山に行ってイノシ買ったりとか自分でイノシ,シさばいてこうやるとかね火を起こすのにもこれとかね、まあ、とにかく電気もガスも水道もいらない 全部自給自足やってる人は別かもしれないですけどまあ基本的にこの世の中で今生きていく上で全部お金が必要なんですよねつまり命を担保するっていうのはお金なんですよねお金がないとそのガスも水道も飯も食えないしっていう話でじゃあこの命って何なのって言ったら金なんですよね金がなだから金がなくても生きてはいけますけどもじゃあ金がなくて生きていくんだったら そういうことをしないといけないんですよね。じゃあそれをしますかって話なんですよね。でそれをしないんだったら金必要だよねって話で。だからまあ、うん、ねーん、まあ、不妊治療もそうだと思いますけど、命は金ですね。いってらっしゃい。